はい、大塚進です。本日は令和3年の、今日は9月の6日ですね。今は午後ですけども、ちょっと予期せぬことがですね、予期せぬ出来事がありましてですね、この子、まだまだ名前は分かりません。シロちゃんと一応呼んでおきますけどね、うちに来ました。で、今日はですね、ちょっと午後ね、郡山まで行こうと思いましてね、雨降ってるんで車で行こうと思ってね、ずっと峠を越してたらですね、横道にね、ベロンって横になってたんですよ。で引かれちゃったのかなと思ってね、まあかわいそうだなと思いながら通りかかったらね、まあ引かれてるふんでもなくてね、なんか生きてるみたいなんですよね。でちょっと様子を見てたんですけども、まだ生きてるみたいで、怪我もしてないみたいでってんで、とりあえず降りてみてちょっとなぜてみたりしたんですけど、まあ相当弱ってるみたいなんだけど、生きてるんですよね。で、まあ、元気がないからだと思うんだけど、まあおとなしくてですね、ちょうどそのお店の前だったんですよね。だからお店の人がそれ見ててですね、動物愛護センターにもう電話したそうなんですよ。で連れて来てもらうの待ってるそうなんで、私ちょっと迷ってしまいましてね、どうしたもんかなと思ってね、動物愛護センターに連れてけばね、確実にこの持ち主いなければね、いいことはない、いいことだな、よし、確実にね、処分されちゃうっていうのはもう明らかなので、よし、行こう。でね、もうこれおじいちゃんかな、おばあちゃんかな、弱ってて足が左後ろ足がちょっとあんまり自由もう動かないみたいなんですね。でこのまま、愛護センターに連れてってもらうのもそのまま任せちゃうのかね。でもたまたまそういうところに行き当たってね、たまたまそういうところに出くわすってこと自体もね、なんかの縁だと思ってね、でいろいろちょっと5分くらい、5分10分ちょっとね、どうしたもんかっていろいろと頭の中でぐるぐる回っててね、で結局車ちょうどビニールシートもいろいろ敷いてあったし、よし、行こう、よっこらしょってね、毛布かぶせてね、持ってきちゃいました。でどうなるか分かりません。持ち主が見つかればそれはそれでいいんだけど、多分見つからないと思いますね。で非常に弱ってるんでね、もうこれダメかもしれないし、死んじゃうかもしれないし、まあ、死んじゃったらね、まあ最後面倒見てあげるという形で、まあもし元気になったらね、まあなかなか可愛いワンちゃんなのでね、おじいちゃんなのかな、もう目がよく見えないのかもしれないね。でフラフラとねその辺を歩いてたらしいんですよ、朝から。でもう動けなくなって道の真ん中で寝そべってずっとねいたということらしいので、まあこれもなんかの縁でしょう。仲間増やしてね、よし、行こう。さっきちょっとねパンをねあげたんだけどね、食べなかったんで、今水もあげようと思ったんだけど水も飲まなかったんでね、でも、まあ、元気はないんだけど、まあまあこうやって意識もあるし、ちょっとしばらく様子見て面倒見てみます。まあ、そんなところです。うちにゃんこがいるんでね、にゃんことのまだにゃんこ今寝てるんでね、これからどうなるかね、折り合いつくのかどうかも分かんないし、何がどうなのか分かんないけど、とりあえずそんなそのことになりました。どうなるかね、はい、ちょっとしばらくとりあえずね、うちのそのさよ横のねところにちょっと古いマット敷いて、マットにうまく乗せられなかったんだけど、マットから落ちちゃったんだけど、自分で登れないかもしれないね。とりあえず今休んでるところです。また後でね、なんか状況変化したらね、レポートします。はい、ありがとうございました。あの後ですね、猫が寝てたんですけど起きましてね、まあ早速起きまして、今好奇心でいろいろと匂い嗅いでるところなんですけど、ワンコの方はね、ワンちゃんの方はもうずっと元気なくて、もうあんまり反応しないとか横になってるんですけど、猫の方がね、まあ、好奇心あってどうしても寄ってくるんですけど、あんまり敵対関係はしてないみたいなんで、とりあえず、まあ、匂い嗅いで、何が来たのかね、確かめてるとこみたいですけど、とりあえずシャーしないでよかったです。シャーして喧嘩しないでくれてよかったけど、
ゆかちゃんもういいからほら、だん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 だから、もういいからいいからね、舐めてあげてんの、ペロペロ舐めてあげてんの、もううるさいからもうほっといてあげてね、静かにして休ませてあげて、もう外でねガー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 落としてるのをね、あの下の方で道路工事やってるんですよね、いろいろ工事やってるんでうるさいんですけど、おゆかちゃん一緒になっちゃった、一緒にあったかいから一緒に座った、まあ、仲良くしてくれれば嬉しいけどね、まあ、このワンちゃんどれだけね生きてくれるか分かんないけど、まあとりあえず初対面は無事終わったみたい、うん、まあよかったです。何なんだろうなと思ってんだろうね、まだ犬のこと分かってないのかもしれないけど、どうなんだろうね、うん、まあどうなるんでしょうか、まあ、とりあえずあったかいから、あったかいから、今日寒いからね、あったかいからそばにいて気持ちいいのかな、はい、まあまた後ほど、はい、ちょっと一応ね、なでなでしてあげようか、よし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 、はい、よしよし、行こう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 、匂い嗅いでるね、蚊がすごいんだけど、まあしょうがないからね、どうしようもない、カトル線香買ってくるわけよ、よっしゃ、とりあえずじゃあゆかちゃんは面倒任せよ、面倒すんに面倒世話すんの任せるからね、よろしくね、はい、とりあえずこんな感じです、はい、ワンちゃんのことですけどやっと見つけました、実はですね、いい子だいい子だいい子だ、よしよしよし、いい子だいい子だ、実はね、その昨日ね、昨日このワンちゃん、あの道で見つけてですね、うち持って帰ったんですけど、で、全然すごく弱っててですね、弱ってて、ほとんど動けなかったので、うちに置いといても大丈夫、そのまま置いといてね、大丈夫かなと思って、ちょっと私出かけたんですよね。そしたら帰ってみたらね、いなくてですね、どっかに行っちゃってたんですよ。で、あら、やっぱり、あ、つないどけよかったなと思ってね、多分このままではね、冷たい雨も降ってるし、出かけてもね、そんな歩けないだろうし、途中で凍えて、もう死んじゃったのかなと思ってね、本当心配したんですけども、で、あちこちね、うちの土地の中ね、探してみたんですよ。でも見つからなかったんだけど、今たまたまね、たまたま今、ここ来た、来てみたらね、いました。で、なんとか元気で生きてました。昨日の夜冷たい雨だったんだけどね、よく生きてたなと思うんだけど、なんとか元気で今生きてたんで、これからね、ちょっと、なんとかご飯あげたりね、なんとかもう一回上に連れてって、あったかいとこにしてね、用意してね、もう一回面倒見たいと思います。よかったです。このワンちゃん生きてたよ。で、これからまたね、今晩、明日からかな、雨が降るっていうから、ちょっとここにいたらダメなのでね、なんとかまた上まで持ち上げて、連れてって、うん、ちょっと世話したいと思います。とりあえず見つかってよかったです。これからなんかね、食べるものをあげて、少しでも食べてくれるといいなと思うんだけどね。思ったより元気みたいですよ。じゃあまた、後ほど。はい。この白いワンちゃん、一日ぶりに回収できました。昨日のお昼にですね、見つけてうちに持って帰ったんですけどね、実はここに置いておいたらね、どっか行っちゃってて行方不明になっちゃったんですよ。で、一晩雨でね、冷たい雨でどこ行っちゃったのかなと思って、結構家の周り探したんだけど見つからなくて、で、今ね夕方帰ってからね、ちょっとあちこちもう一回探してみたらね、いました。で、まだ生きてました。で、なんとかね、昨日よりも少しずっと寝ててね、元気取り戻したみたいで、今もう一回この場所にね戻してね、今度こそちょっと逃げ出さないように、しばらくね元気になるまで面倒見てみると思うんだけどね。もうご飯あげたんだけど、これワンちゃんのためのねご飯をねちょっと買ってきたんだけど、猫が横取りしてますね。しょうがないですね。猫は自分のものを食べればいいのにね、しょうがないね。でもこうやって仲良くしてくれればいうことないけどね。もうワンちゃん休んで、まあ元気になってくれればいいかなと思います。まあ経過報告です。はい。このワンコはですね、先ほども何回か申し上げました通り、昨日道の上でね、もうドテーッと横になってね、まあ弱ってたんで、うちにとにかく連れてきちゃったんですけども、まあなんかね、おばあちゃんみたいで、メスだと思うんですけど、まあ、だいぶ年取ってるみたいで、目もあんまりよく見えないみたいでね、弱ってて、まあ、ご飯をあげたんだけど食べないしね、多分老衰
老衰は老衰だと思うんでね、もう弱ってるんだと思うんですよね。なので、まあ、このままいけば、まあ、先ほどまではちょっとの下の方のね、草っぱらでもうずっと横になってじっとしていたんで、そのままね、年取って死ぬんだと思うんですよね。で、そういう状態で、だからどっちにしても、まあ、いや、こういう動物ってのはね、年取って普通に死んで、普通に土に還るということなんで、まあ、それで自然でいいんだと思うんだけども、昨日の段階だとね、見つけた、そばの見つけた人がね、なんだっけ、動物愛護協会の方に電話してね、で、そこで持ってくような手配をしていたわけなので、多分昨日の段階でそこに持ってかれてね、まあ、そこで、まあ、弱ってるからそのまま死んじゃって処分されちゃうか、そこで死んじゃうかという状態だと思ったので、まあ、うちに持って帰ったんです。この自分のうちにね、連れて帰ったんですけど、まあ、ここでちょっと様子をね、見てみようと思います。このままやっぱりね、結局、年取って、まあ、連れて帰ったけど死んじゃうかもしれないし、まあ、ひょっとしたらね、なんか昨日よりも少し今寝てるけどね、元気は出てきたみたいなので、ご飯を食べてないんだけど、まあ、なんとか生きてるんでね、ひょっとしたら元気を回復するかもしれませんのでね、まあ、様子を見てみようと思います。まあ、それも何かの縁でしょうね。ご飯あげたんだけど食べなくて、もう猫がどんどん食べちゃうんでね、もう欲張りな猫ですけどね、まあ、もう喧嘩もせずに、なんか普通にいるんでよかったです。まあ、また経過報告します。